シャンペンポルカ作品211は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカ。シャンパンポルカとも呼ばれる。曲中には、シャンペンの音が鳴る。副題に、音楽的冗談と付けられている。カール・ルートヴィヒ・ホンブルック男爵1858年の8月10日に、シュトラウス2世が、毎年夏に演奏会旅行に出かけていた、ロシアの首都サンクトペテルブルク近郊のパブロフスクで、 作曲され、短期間で完成された。当初、舞踏会のシャンペンのタイトルで初演されたが、同年の11月17日に、ウィーンのホルクスガルテンで行われた演奏会で、現在のタイトルに、改めて紹介された。その際に、当時の大倉大臣であるカール・ルートビヒフォンブルック、男尺に検定された。なお、ブルック男尺は後にフランスとサルデーニャとの戦争の際に、 武器、弾薬などの補給不備の責任を問われ、1860年4月20日に自殺するという陽気な曲にふさわしくない後日談がある。演奏されることは少ないが、リッカルド・ムーティの指揮する2004年のニューイヤーコンサートで演奏されたことがある。ありがとうございます。